第44回阪神大賞典、第44回阪神大賞典、第44回阪神大賞典は、1996年3月9日に、阪神競馬場で施行された、競馬競争である。ナリタ・ブライアンとマヤのトップガンの二頭による、マッチレース繰り広げられたことで、中央競馬市場の名勝負の一つに挙げられている。年齢はすべて急表記にて表記。 共にブライアンズタイムサンクであり、JRA 少年度代表馬である成田ブライアン、1994年度と、マヤノトップガン、1995年度が出走。年度代表馬同士の直接対決は1985年、天皇賞、春におけるシンボリルドルフとミスター CB の顔合わせ以来11年ぶりであった。成田ブライアンは、 前々年三冠を達成した折り紙付きのスターホースだが、前年の阪神大将天を制した後身に、股関節炎の影響で春を棒に振った上に、復帰した天皇賞、秋ジャパンカップ、有馬記念を奔走するなど制裁を書き、競馬ファンはどう馬がいつ復活するのかに興味を注いでいた。一方のマヤのトップガンは元来体質が弱く、 前年春のクラシック戦線に絡むことはなかったが、秋から頭角を表し菊花賞をレコード勝ちすると、有馬記念でも、小馬相手に勝利を収め GI を連勝。当時最も勢いに乗っていた馬で、成田ブライアンが王座に返るザクには、何としても、同馬を破る必要があった。天皇賞、春での対戦前に、前哨戦での激突となり、両馬の頂上決戦に、 全国の競馬ファンは固唾を飲んで注目した。出走頭数は10等。上記の GI 馬の2頭の他にも、この年の日経新春杯優勝馬萩野リアルキング、前年の菊花賞で2着だった、東海パレス、芝3000メートルの日本レコードを持つノーザンポラリス、笠松競馬場所属で、前年の東海ダービー優勝馬のルイボスゴールドなどが、顔を揃えたが、頂点は、 成田ブライアン復活なるかただ一点で、ダイジェスト用に収録していた、関西テレビ杉本清の実況と映像では、レースの道中、杉本の指示で成田ブライアンを中心に映していた。成田ブライアンの主戦騎手であった、美内勝美は、前年秋より骨折で戦線を離れており、天皇賞秋は、的場人氏、ジャパンカップから、阪神引退商までは、 タケ・タカが乗り換わることになっていた。レース2周前の追い切りでは、好調なナリタ・ブライアンに対し調教ペースが上がらず、指導を 3K 大阪杯に遅らせる、可能性さえ示唆していたマヤノトップガンという構図であった。ところが1周前追い切りでは逆に、マヤノトップガンの追い切りが記者に高評価であった反面、ナリタ・ブライアンの動きは、ブライアン、静まぬ馬体、重傷。 走りたくない病などと酷評されるほど不調が際立つようになっていた。なお、この年は土曜開催充実化が図られ、従来日曜開催であった、いくつかの重症競争が土曜日に移行したが、その中には、阪神対象店も含まれていた。翌日曜日のメインレースは、放置範四4品馬特別だった。当日の阪神競馬場入場者数は、土曜日としては、 異例の59,896名 JRA 発表。これだけ注目度の高いレースをなぜ同様に行うのかという声が競馬ファンのみならず競馬記者、予想家、評論家などからも多数聞かれた当然のことながら重賞日程は前年11月下旬にはすでに決定されているため成田ブライアン VS マヤノトップガンの対決となることは 当の JRA にも予想不可能であった。そのためか翌年以降、阪神大商店は現在に至るまで日曜開催となっている。スティールキャストが逃げ、スローペースでレースは展開。1000メートル通過は1分03秒0、2000メートルのラップは2分07秒1と全くペースが上がらない中、第3コーナーでマヤのトップガンがロングスパートをかけ先頭に立つ。 同中マヤのトップガンをマークしていた成田ブライアンも、すかさず追走を開始。両馬とも安上の手綱はほぼ動かないまま2頭並んだ。ところで、ノーザンポラリスがスパートし、3番手追走。第4コーナー手前で2頭が競り合う形となり、そのままゴールまで約400メートルにわたって、マッチレースが繰り広げられたが、成田ブライアンが、頭差でマヤのトップガンを退けた。 キューバ審査の三着に、笠松から遠征してきた、ルイボスゴールドが入った。レース後、ウィナーズサークルでは GII では、極めて稀な、豊かコールが上がった。当レースは GII であるにもかかわらず、しばしば中央競馬市場の名勝負の一つに、挙げられる。だが、マヤのトップガンに帰乗した、だから世紀はこのレースについて、あくまでも、天皇賞、春の前哨戦であり、 7、8分の仕上がりで叩き合ったところで名勝負とは言えない。上がりだけのレースとしている、月間、面白競馬塾、田原正規エッセイ記事より、また別の記事では、もしブライアンが本調子であれば、トップガンはスタンドまで吹っ飛ばされていたよと語っている。また競馬評論家の大川慶次郎は、成田ブライアンの本業は、騎手が合サインを出すと並外れた、 集中力を発揮して、他の馬を大きく引き離す点にあり、それができなかったがために接戦となったレースを、名勝負というのは成田ブライアンを知らない人だと、している。成田ブライアンに騎乗した竹豊は、レース後、ゴールした瞬間、鳥肌が立ったとコメントしたが、後日雑誌のインタビューで、勝つには勝ったが、あれという感じもした。 あの馬の前世紀はあんなものではなかったし、本当のブライアンの姿をもう一度僕が呼び戻せればと思っていたのだがという趣旨のコメントを残している。また、翌年の JRA の春のトライアルレースの CM では、元木正宏がこのマッチレースを語るシーンが使われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。